ありがとうございます。それではまずはお一人ずつご挨拶をお願いいたします。まずは板野さんからお願いします。はい、今回、初主演ということで三島屋の役を演じさせていただきました板野友美です。今日は本当に世界で一番早くの上映ということなので皆さんぜひ楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて白石さんお願いします。津田信二役を演じました白石俊也です。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして入木さんお願いします。大学生の和代役を演じました入木麻里です。今日は皆さん楽しんで帰ってください。ありがとうございます。そして玉木さん。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。吉田鋼太郎さん演じる相沢総一の若かりし頃をやらさせていただきました玉木由紀です。本日は、短い時間ですが楽しんでいっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてココアちゃんご挨拶お願いします。巡礼の少女そして覗き目を演じました石井ココアです。今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。そして三木監督お願いします。監督の三木です。怖い作品に出来上がっていると思います。皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。それではですね早速いろんなお話伺ってまいりたいと思いますけれども、ここでスチールカメラマンの皆様にお願いです。フォトセッションの時間まで撮影は休憩ということでご協力どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではですねまずはキャストの皆さんに伺いたいんですけれども、ぜひですね本作に出演が決まったオファーを受けた時の気持ちを教えていただけたらなと思います。まずは板野さんにとっては初の映画主演でしかもホラー映画でというところでオファーを受けた時にはどう思われました？そうですね、私はホラー自体がすごく苦手だったので今までホラー映画を見たことがなかったんですけど、唯一見れるホラー映画として鳥肌っていう映画があって、で私は鳥肌がすごく大好きで、もう1話から6話かなまで全部見ていてでその監督が1話から6話ですね、三木監督だったので、本当に初主演映画を三木監督に撮ってもらえるというのはすごく楽しみでした。なるほど、はい、ホラー映画怖いものはあまりお好きではない？普段はそうですね、苦手ですね。苦手なんですね、はい、そうですか。そんな板野さんがねホラー映画に初主演というのもまた何か不思議な縁なんでしょうかね。これはね、どうでしょうね。はい、皆さんに楽しんでいただきたいですね。ありがとうございます。皆さんに質問をしていきたいんですけれども、まあ、このホラー映画完成しまして、ちょっと撮影中を振り返っていただいてですね、撮影中こういうところ大変だったなっていうようなエピソードがあればお聞きしたいんですけれども、板野さんいかがですか？はい、そうですね、でも去年は、はい、やだ、ね、待って、やだもうやだ、待って、ちょっと待って、すいません、あれ？何何、ね、あれ？本当にやだ、やだ、申し訳、ごめんなさい、ごめんなさい、板野さんお話ししてる最中にちょっと待ってくださいね、真っ暗なのでお客様も動かないでください、ちょっとお待ちください。スタッフの方でちょっと今確認取れますかね、大丈夫ですか？あれ？大丈夫でしょうか？申し訳ございません、少々お客様お待ちいただけますでしょうか？てか本当に嫌なんです、少々お待ちいただけますか？私マネージャーにこういうことあったら言ってって言ったのに、申し訳ございませんいやいや、こういうことはない予定だったんですけれどもね、どうした？はい、いや、普通あっちですよここじゃないですわ、最高のリアクションを、普通こっちですわありがとうございます。いやいやいや、すいません、申し訳ございません、段取り上こちらの立ち位置になってしまいました。初めて見たココアちゃんが驚いてますはい、改めてご紹介いたしましょう本日ですねサプライズゲストとしまして、さらなるのぞきめちゃんお越しいただきました。じゃあせっかくなのでお客様にもお顔を見てもらいましょうか。もう偽物じゃないですかそれ。よろしくお願いします。びっくりした
いや皆さんね、控え室前室に入ってらっしゃるのがかなりギリギリで何にも説明をする時間がなかったっていうのがもう我々にとってはラッキーって感じで、はいね、板野さん、はいはい、今日はサプライズないだろうときっと思ってらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、昨日の時点で、はい、明日もしこの間みたいなやつがあるんだったらサプライズあるんだったら本当に事前に言ってねって何回も言ったんですけど、板野さん怒ってます？怒ってないけどでもということはやっぱりちょっとこう嫌な予感みたいなものはしてらした？そうですね、うん、もう私だから覗き目キャンペーン本当怖いんですよね。一番なんか映画撮るっていうかこのキャンペーン中にすごいお化けのやつやるじゃないですか。そのサプライズいらないです本当にそうですか。今日もあの素敵なびっくりした様子を見せていただきましてありがとうございます。そしてね、あのココアちゃんびっくりしたね。はい、ね、自分が演じている時とはまたちょっと違うと思うんだけどどうかな。のぞきめちゃん見てみて。びっくりし見てるよびっくりでもやっぱりなんかココアちゃんがねメイクしてんのと、うん、彼女は分かんないですけど、がメイクされてんのと、うん、ちょっとやっぱ違うね。一緒だよ、一緒だよ。違うドッピルゲンカーじゃない？ドッピルゲンカー一人目？一人目見ちゃいましたかね。うん、ね、でも本当にこうして見るとね、本当にもう目がね、一点しか見えていない。見えてる、見えてるね。見えてる？大丈夫？見えてる？見えてるそうです。はい。笑ってるじゃないですか。笑ってる。笑ってる。初めて見た笑ってるところ。ね、のぞきめちゃんの笑ってるところって。怖い、笑ってんの怖い。